プルーンが健康にもたらす素晴らしい効果。プルーンの素晴らしい効果の一つは、お通じを良くしてくれるところです。これは、プルーンが食物繊維とソルビトールという成分を多く含んでいるためです。また、エネルギーを高めてくれる効果があることでもよく知られています。プルーンは、ほとんど水分がないため、ドライフルーツの一種であるとされています。果物は乾燥するとシワになり、色も濃く暗い色になります。プルーンはその乾燥した濃い色の見た目にもかかわらず、とても甘い果物です。これが料理や焼き、菓子を作るのにプルーンがよく使われる理由です。この小さい果物は、たくさんの栄養素を含んでいます。例えば、食物繊維、ビタミン E、K、C、および葉酸、ソルビトール。これらの高い栄養価のおかげで、プルーンは私たちの健康に素晴らしい効果を発揮してくれます。自然の美肥薬として、プルーンの美肥薬としての効能はとてもよく知られていると思います。これはソルビトールという成分によるものです。ソルビトールは腸の働きを改善する下剤のような働きをします。便秘で悩んでいるときは、プルーンはナチュラルな便秘薬として素晴らしい効果を発揮します。特に、腸の状態のために便秘になりやすい女性にとっては、うってつけの食べ物です。プルーンを8つほど食べる、またはプルーンジュースを飲むと便秘にとても良いので、簡単に摂取できるところも魅力的です。ジュースを飲むだけでも果物を食べるのと同じ効果が期待できます。プルーンジュースの作り方をご紹介します。材料。プルーン8つ、水約 900ml、蜂蜜、小さじ1ケラ2杯。作り方、プルーンを水に浸して一晩置く。翌朝、プルーンをミキサーに入れて液体になるまで1ケラ2分ほどブレンドする。その後、水を加えて、甘くしたい場合は、お好みで蜂蜜を1ケラ2杯入れる。ナチュラルエネルギー。プルーンには、果肉に糖分が凝縮されているため、特にアスリートがエネルギーをチャージするのに最適な食べ物です。特に、疲れている時、食事の間に軽食として食べると効果的です。酸化防止のためのフェイスパック。プルーンにはビタミン E が豊富に含まれています。そのため、お肌にとても良く、シワを予防してくれます。1日にいくつかプルーンを食べると、肌の酸化を防止してくれる抗酸化物質を摂取することができます。また、プルーンはフェイスパックとして使っても素晴らしい効果が得られます。パックの作り方をご紹介します。材料。プルーン2ケラ3つ。牛乳、必要に応じて。作り方。クリーミーなマスクを作るために、
少量の牛乳とプルーン2ケラ3つをミキサーでブレンドします。ブレンドしたマスクをコットンを使って優しく顔全体に塗ります。そのまま15分待ちます。ぬるま湯で顔をすすいでください。このパックはニキビ、シワ、そして斑点を改善するのに役立ち、肌のテカリを抑えてくれます。ダイエット効果。下剤としての効果に加え、プルーンには食物繊維が多く含まれています。また、低カロリーなので、ダイエットにもうってつけの果物です。プルーンを食べると満腹感が得られるので、カロリーや炭水化物の摂りすぎを防いでくれます。さらに、体内をきれいにしてくれるクレンズの効果もあり、糖分や脂肪の消費を助けます。食べ方。2週間、毎日プルーンを約 90g 食べましょう。だんだんダイエットの効果が見られるようになります。虫歯と歯肉炎の予防。口は細菌が入りやすいところの一つです。歯磨きの他に、虫歯や歯肉炎の予防に効果的な食べ物があります。プルーンはその一つです。プルーンに含まれるトリテルペノイドという成分が、虫歯の成長と細菌の繁殖を防いでくれます。いかがでしたか？このようにプルーンは、体内、口、そして肌をきれいにしてくれる素晴らしい果物です。ぜひ毎日の食生活にプルーンを取り入れましょう。